オーバンズは2007年から2010年に活動した日本の女性お笑いコンビ。当時の所属事務所はシンクバンク。二人はお互いの実家が隣の隣という近所同士の幼馴染み。幼稚園から成城大学進学まで一緒に学んだという関係でもある。小木野から青いを強く誘い、2007年5月にコンビ結成、お笑いの活動を始める。 お笑い志望の荻野がシンクバンクのオーディションに合格、その時に葵にコンビ結成を頼み込むも渋られ、プロレスファンの葵にジャガー横田さんとライオネスアスカさんがいると切り出して結成に同意してもらったという。2010年4月6日放送のロンドンハーツの企画女芸人182人が真面目に選んだこの男の彼女になりたい GP で、 コンビのプロフィール画像が取り上げられ青の用紙が番組内で話題となり放送直後に青井、小木のもにブログのアクセス数が通常200から約4000へと急増した2010年9月に青井、小木のもにブログでブログ閉鎖とコンビ解散を報告した主にコントまたはショートコントで何か気になるコントが代表的なもの ゴッドファーザー愛のテーマのメロディーを使った何か気になるオーバンズという歌から始まり、コントの終わりやショートコントのブリッジには、お、チェック。あなたもね、チェック、チェック。というセリフを振りと踊りを入れながら演じている。終わりの場合は、チェック、チェック。と言って踊りながら退場している。ありがとうございます。